ここまでで一通りのアニメーション作成が終わりました。でもこのままでは DVD にすることもミニ DV に書き出すこともできません。最終的にはプロジェクトの書き出しをしてムービーファイルにする必要があります。メニューバーのファイルから書き出しを選択します。書き出しのウィンドウが現れるので書き出すファイル名を設定します。ここでは完成と入力します。種類ポップアップメニューで書き出しの種類を選択します。クイックタイムムービー、イメージシーケンス、または静止画を書き出すことができます。ここではクイックタイムムービーを選びます。クイックタイムムービーはプロジェクト全体を一本の映像として書き出します。イメージシーケンスではすべてのフレームを連続した静止画として書き出します。静止画では再生ヘッドがあるフレームを一つのイメージファイルとして書き出します。内容ポップアップメニューで書き出しファイルに含めるメディアを選択します。ビデオとオーディオの両方、ビデオのみ、またはオーディオのみを書き出すことができます。ここではオーディオとビデオを選択しましょう。書き出すファイルを保存するフォルダを指定して書き出しをクリックします。書き出しの進行状況ウィンドウが現れます。プロジェクトのサイズや複雑さによっては書き出しに時間がかかることもあります。これで書き出したファイル完成 .mov ができています。ダブルクリックして出来上がったムービーを見てみましょう。いかがでしたか？モーションは放送やビデオ向けのハイクオリティ映像を作成することができるアプリケーションです。ぜひ楽しくモーショングラフィックスを作成し、このアプリケーションの豊富な機能を十分に味わってください。